はい、今回の動画は Excel でこういったですね日本地図の塗り分けマップをを作成すする手順をご紹介しますで現在の Excel にはグラフの中に塗り分けマップというのがあってこれを使うことによってですねこういったですね日本地図のねこの色の塗り分けのマップですねこういったものを簡単に作成をすることができます。 それではね、早速やってみたいと思うんですけども、じゃあ今回はですね、こういうね、各都道府県のこの人口のですね、表ですね、このデータを元にですね、先ほどのような塗り分けマップを作ってみたいと思いますんで、まずはですね、そのデータの元ととなるですね、この表の範囲ですね、こちらをね、まあ、マウスのドラッグとかで選択をしてください。 で次にこの挿入タブをクリックをしてもらってこの中のグラフグループの中にこのマップっていうねグラフがありますんでこちらをクリックをしてもらうとこの中にこの塗り分けマップっていうのがありますんでこちらを選択をしますはいそうするとねもうそれだけでこの日本地図が表示されてですねちょっとね見やすく大きくしてみたいと思うんですけどもまあこういった形で人口の多いですねところがまあこの標準の状態だとちょっと濃い青になって人口が少なくなるとですね少しずつこのね薄いね青色になるようなですねマップを作成することができました でこれで良ければねもちろんこのままでもいいですしただねこのグラフの色を変えたいとか言った場合はですねこの地図の上辺りをね、まあ、どこでもいいのでマウスでダブルクリックしてください。 はいそうすると、この画面の右側に、このデータ系列の書式設定が出てきますんで、まずはこの系列のオプションのところですね、まずこのマップ通りというところ、まあ、この辺はね、全部最初は自動になってるんですけども、こちらをクリックをしてもらうと、この地図のね、形状ですね、このメルカトルとかね、ミラーとかアルバースという形で、この地図の形状をですね、変えて、まあ、少しね、このね、地図の見え方を変えることができます。 でその下の下ねこのマップ領域というところですねこちらはね、まあ、自動になっていて、まあ、通常これは自動でもいいと思うんですけども、まあ、それ以外にもですね例えばデータが含まれる地域のみとかねあとこの国地域とかあと複数の国地域なんていう形にするとですねこういった形で表示するねこの地図の範囲を変えたりすることもできますので、まあ、この辺はね状況に応じてですね変更してもらえればいいと思います。まあ、今回はじゃあこのデータが含まれる地域のみにしておきます。 でその下の下このマップラベルというのは今回元のデータに、ね、この都道府県の名前も入ってますんでこの名前を表示させたいといった場合は、ね、このマップラベルのところですべて表示とかっていう風にに、ね、してもらうと。 都道府県を表示させるることができるんできんすけどもただ今回みたいに日本全体のね地図だったりするとまあ一個一個のね県の,ねこの大きさがあんまり大きくないので例えばじゃあこの全て表示というふうにしてもですねこういった形でなんかこう中途半端な感じで表示されてしまいますのでまあこの辺もね状況に応じてですね変えてもらえればいいとは思うんですけどもまあ今回はねなしにしておきます。 で次にその下の系列の色というところですねこちらをクリックをしてもらうとですね今こちらはですねこの青色でね全体が表示されてますけどもこの色を変えることができますんでまずこのシーケンシャル2色っていうねこれがね標準でこの状態になってますけども、まあ、もうちょっと色数を増やしたいということであればこの3色ですねこちらにね色数を増やすこともできます。 はい、そうするとね、この下のところに最小値、中央値、最大値というふうに標準の状態だとなってますけども、この色分けの基準もですね、この数値であったりだとか、パーセントなんかでですね、変えることもできますんで、これもね、状況に応じてね、書いてもらえればいいと思います。まあ、今回ね、じゃあこのまま最小値、中央値、最大値にして、それぞれの色をですね、じゃあちょっと変えてみましょうかね。じゃあ小さいところは青色にして、で中央値は黄色にして、じゃあ最大のところは赤とかにしてみましょうかね。 はい、そうするとこういった形でグラフの方の色も変わって今回で言うとこの3色でこの、ね、人口の多い少ないをですね表現するこの日本地図のねグラフを作成をすることができましたはいといったことで今回の動画では Excel で塗り分けマップのね作成手順をご紹介しましたけどもこういった形で日本地図とかねこの地図を使ってですねこのデータを表現したいといった場合に使ってもらえるとすごく便利だと思いますそれでは今回の動画は以上になります 今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。